グレース大聖堂はカルフォルニア州サンフランシスコにある米国聖公会の大聖堂である。サンフランシスコのノブヒルにありカルフォルニア教区の大聖堂である。1849年のカリフォルニアゴールドラッシュ時にグレース教会として建てられた。最初は小さな礼拝堂であったが3回の改築を経て規模が拡大しグレース大聖堂へと名を改めた。 1906年のサンフランシスコ大地震で火災に、い当時の建物は崩壊した。その後に、銀行家のクロッカー一族が持っていた、ノブヒルの土地を寄付され、現在の所在地に移った。現在の建物は1927年から建築が始まり、1964年に完成している。打ち放しの鉄筋コンクリート作りのゴシックリバイバル、建築であり、 パリのノートルダム大聖堂を模した外観をしている。ギベルティの門と呼ばれる重厚な門扉は、ロレンツォ・ギベルティが作った、フィレンツェのサンジョバン2000霊堂の東側の扉、天国への門の模造である。ギベルティの門グレース大聖堂の床には、フランスのシャルトルにある、シャルトル大聖堂の床にあるものと同じ迷路がある。ラビュリントス内部には677平方メートルの、 ステンドグラスが施されている。パリのノートルダム大聖堂に倣ってバラ窓も三つ存在する。グレース大聖堂の内部キースヘディングのキリストの生涯というの祭壇画である。ありがとうございます。